DIY 教室、内装・装飾タイルの貼り方。こちらの材料と道具を使って DIY します。今回は合板師たちのカウンターの2面に複数のタイルがつながったシートタイプの内装・装飾タイルを施工します。下地のビス穴や凹凸をパテで埋め、表面を平らにしておきましょう。施工場所の縦横の長さを測り、カットせずに貼れるタイルの枚数を確認します。コーナー用タイルを使う場合はその分も加えて必要な枚数を確認しましょう。次に端の隙間を埋めるためのタイルを準備します。端の隙間にタイルのパーツが何列入るか確認します。カットしたい場所のタイルの隙間にカッターを入れ、裏面のネットをカットし、タイルを切り離します。柄パターンがあるタイルの場合は、柄の並びが合うようにカットしましょう。タイルの準備ができたら、施工場所の周りに接着剤がつかないように養生します。タイルの厚みよりも外側になるように、マスキングテープを貼りましょう。次にマスカーを貼っていきます。マスキングテープが5ミリほど見えるように貼っていきましょう。マスカーを貼ったらビニールを広げ、養生範囲を広げておきます。接着剤を固定板に出し、ボンド櫛で5ミリ程度の厚みになるように下地全体に塗り広げていきます。最後に塗りムラや隙間があるところに接着剤を足し、全体を均一にしておきましょう。塗り終わったら使用した接着剤に応じたオープンタイムを取ります。一番下の段の端から貼り始めます。角がある場合はコーナー用のタイルから貼り付け、しっかりと押さえます。2枚目以降は横のタイルに突きつけ、高さを合わせながらしっかり貼り付けます。同じように1段目を貼り進めていき、端の隙間は開けたまま、上も同じように1段ずつ貼り進めましょう。カットしないタイルを貼り終えたら、開けておいた端の隙間にタイルを入れ込みます。タイルを指で横に押し、タイルの並びを整えましょう。圧着用の木材をタイルに当て、ゴムハンマーで叩きながらタイルを接着剤に圧着させていきます。他の面も同じように貼り進め、圧着までできたら養生を外し、接着剤を乾燥させて完成です。